静岡県内では、新たに千四百六十四人が新型コロナウイルスに感染したことが明らかになりました。新たなクラスターも9件確認されています。自治体別の新規感染者数です。最も多かったのは、静岡市で三百三十三人。次に浜松市で二百八十六人。沼津市と富士市で七十三人。 八重洲市で71人、藤枝市で66人などとなっています県全体では合わせて1464人で先週の水曜日と比べて60人増えています死者は5人で、このうち浜松市の高齢の男性は市内の医療機関で7日に死亡が確認されましたこれで新型コロナ関連の死者は 357人となりました病床使用率は西部で36.5%中部で39.8%東部で43%県全体では39.7%と4割を下回っています重症者用は3人で5.7%ですまた県内では新たに9県のクラスターが確認されました 静岡市葵区の障害者支援施設ではきのうまでに利用者ら11人が感染しクラスターに認定されましたそのほかのクラスターは伊東市の放課後児童クラブなどで確認されています